自然の中で集中力を極限までに高めて矢を射るのは近畿大学アーチェリー部。中でも男子は20回以上学生の王座につき、その名を轟かせている。今回の主役は去年1年生ながら個人で学生の頂点に立った石川達也2年生。チームを37年間率いてオリンピックに15人もの選手を送り込んだ山田監督も期待を寄せるアーチャー。1年生から高校生から全日本で結果出すっていうのはそんなにたくさんおる選手じゃないですから、はい、育ってほしいですね。また育てないかと思います。可能性に満ちた石川の強さの秘密、さらに競技を離れた彼の素顔に迫るザ・スターズ。一心不乱に見つめる先とその輝きを記録する。おはようございます。今日はじゃあちょっと一日密着よろしくお願いします。はい、ここから歩いていく感じに、はい、どれぐらいかかるんですか？大体15分くらいですね。もうじゃあ毎日？そうですね、往復30分。慣れました？最初はきつかったですけどね。慣れたらあんまりいいですね。もうすぐ大会、明日から大会なんですね。関西の大学のリーグ戦をやっていて、うん、今ちょうど明日が第4戦ですね。あ、でそのリーグ戦の結果で、関西の優勝決定戦があって、でその結果で、6月に行われる王座決定戦っていう大学アーチェリーの一番大きな試合に、まあ、出るみたいな感じですね。アーチェリー始められたきっかけは何だったんですか？きっかけが僕が中学、アーチェリー始めたのが中学校からだったんですけど、はい、ちょうど中学1年生の入ってすぐのなんか新入生歓迎会みたいなやつで、はい、部活動紹介ってやったんですね、うんうん、でその中にアーチェリー部があって、この先輩がこの弓引いてる姿すごいかっこいいなって思って、なんかただなんとなくかっこいいなって思って始めたのが最初でした。すごい。それでだから中学校からやられて、はい、でも高校で優勝したってすごいですね。合ってたんですか、スポーツは？そうだと思います。僕の場合野球とかサッカーみたいな、うん、ハードなスポーツよりかは、うん、こういうなんか静かなスポーツというか、うんうん、の方が僕には合ってるかなって感じだった。魅力というか自分がやりたい射程で打って、ま、ど真ん中に当たった時は一番すごく気持ちいいので、うん、それが一番の魅力だと思います。すげえ坂これを皆さん毎朝登ってます。すごい、足腰鍛えられそうですね。そうですね、夏なんかはもう汗だくになりながら登ってます。あ、これがグランドですか？もうちょっと行くか。奥ですか？はい、まず行って準備ですか？そうですね、まず、着替えて、8時30分から、はい、練習場の設営があるんで、まあ、それの準備とかもしながらですね。基本も練習はもう黙々とやっていくって感じですか？そうですね、もうひたすら打つって感じです。ひたすら打つね。あ、ここですね。はい、じゃあいつもこれこの道をかけて来られてますね。毎回準備することになって、準備して片付けとか全部、はい、全部片付けます、はい、どうしても的なんでこう 矢が当たるとその分穴が開いて消耗するので、なるほどなるほど、その分交換しながらみたいな。あ、ここが10点、ここが10点ですね。あ、この中にもう一個丸があるんです。これ X って言って、はい、例えば、合計点同点になった際とかは、はい、この X のに何本入ったかっていうので、その同じ点数でも順位が変わります。10がここ、はい、であとは基礎9、8、7、6、5。そうです、そうです。
これがだからあれですね、信頼の人は韓国のウィン&ウィンっていうメーカーを使ってることが多いですね。最初のうちは感覚の違いに戸惑ったんですけど、まあ、慣れればすごく使いやすいです。まずはこの距離からそうです、近射って言って、なんだろう、的に向かって打つんじゃなくて、なんだろう、今日の状態をウォーミングアップみたいな感じです。だからその弦の張りどうかとか、はい、風向きどうかとかっていうんですか。70m ってやっぱすごい遠いっすね。そうですね、初め見た時思いました、遠いなって。びっくりしましたね。一応試合のルールでは、240秒で、6本打つってことになっています。4分の中で6発。そうです。でそれをだから 12? はい、合計72本です。これ 何見てるんですか。今、肉眼だと自分の打った矢がどこにあったか分からないので、スコープで見てみます。今日はどうですか、調子いいですか。調子はいいですが、風が強いですね。で、なったら取りに行くみたいな感じ。これで入れるってすごいですよ。ましてや今日みたいに風の強い日だと風も考えて打たなきゃいけないので、一番正式なだからオリンピックとかはもうこの 70m。 そうです、ルールが。はい、監督から見て長所、結構頑固なんですよね、性格が。だからそれがいいところにもあるし悪いところでもあるし、例えばそのコーチがこうだああだって指導してる時にやっぱりそれをスッとこう入ってこない、自分にね、なかなか。でもやっぱり自分がこうしようとしたら これをやり通す性格だから、そこら辺がいいところであって悪いところ、長所であって短所かなと思うんです。まだまだ潜在能力はすごい高いというか。高いと思います。1年生から高校生から全日本で結果出すっていうのはそんなにたくさんおる選手じゃないですから、そのあんまり緊張はしないタイプだと思うんですけどね。自分では緊張してるのかもわからないけど、あまりこう表に出さないような子ですので、ゆくゆくでもエースに、育ってほしいですね。また育てないかんと思います。近代のエースじゃなしに日本のエースに育てないかんかなと思ってます。やっぱり今の学生の中からそういう選手を作っていかないかんということになると、まず第一候補に上がってくると思うんですけど。いただきます。今から、はい、
そうです。なんか決まりがあるんですか？なるべく回線の下の回線から向こうから詰めるように。あでもすぐ食べてすぐ出ていくの。そうですね。で先輩たちが後から後からいらっしゃいます。皆さんご飯食べるのめっちゃ早いですね。もう伝統ですか？あれはちょっとや食べないといけないです。早くなんかこういう準備とかあったら、うん、午後の準備とかしたら、あの先輩が帰ってくる前に早く食ってやらないといけなくて。だからもうみんな黙々と食べたんですね。そうですね。石川選手どうですか？あの試合とか大舞台で結構決勝とかに残ってることが多くてまあそういう時はやっぱりね、緊張するって言いながら大事なところで当ててくれるんで、すごく心強い選手ですね。あ、インカレでね、1年生で優勝された時、はい、みんなすげーってなりました。なりました。応援してました。他は何か話したりしないですか？基本競技のことですか？競技、まあ、競技のことの方が話さないです何話すんですか？趣味のこととか。趣味、あれそういえばライブでしたよね。星野源の話はしないんですか？はい、そうなん。行くガンダムじゃない？ガンダムできた。ガンダムやろ。行ってきたの？行ってきたの？言ってよ。教えてよ。聞いたことないです。教えてよ。2月頭くらいに。ドラえもん歌いよった。最近。例えば。誰かとは行ったわけじゃなく、もう一人で。あのチケットが本当にあの自分の分しか取れなくて。え、ガンダムじゃないの？ガンダムもう。ガンダム好きなんですよ。めちゃくちゃテンション上がる。めちゃくちゃ。ガンダムはやっぱ初期ですか？初期も好きです。最近のも。最近のも。最近なんかダブルオーオルフェンス。ユニコーン。普段あんま喋んないですか？みんなとワイワイは。自分はワイワイしてるのをただ見てるだけです。ああ基本クラブハウスで優しい目で。優しい目で見守ってくれてます。もう優しい目で。はい。でも試合になるとやっぱちょっと顔つき変わるんですか？ああ、もうキリッて。ゾーンに入って。聞いて笑う。そうですね。たまに勝手にめっちゃ笑ってるんですよ。グーハーとか言う。そんな笑い方してる。笑い上手。たまに入りやすいですね。たまにむせてますもん。うち前、バニラ、モナカ食べてんの見てめっちゃ笑ってたんですよ。うちがモナカ食べてんの。あの駅で階段登ったらめっちゃ笑ってる。階段のホタル目の前に何か何もないとこ見ながらバリバリとおもろかったらしい。ほんまに分からんかったもん。みんなそんなもんやろ。大学来てその今までの多分環境もガラリと変わったんですけど、まあ、来てよかったなというか。高校の際は大きなミスをすると、あ、なんか自分はなんでこんなミスをしてしまったんだって考えてしまって、すごく負の連鎖になることが多かったんですが、大学に来てからはもしミスをしてももう売っちゃったものはしょうがないんだから次でもっと挽回しようっていう風に考えられるようになったことが一番の得たものだと思います。誰かに教えてもらったとかそういうことですか？いや、誰かに教えてもらったわけではないんですが、近畿大学では普段、OBOG の方、今、日本代表で現役で、活躍されている方と、一緒に、練習することが多いので、そういった方を見てるとそんなことをいちいち気にしてられないなとすごく思いました。やめたいなとかって思ったこととかってあります？そうですね、高校から上がって、こちらの近畿大学で最初はアーチェリーをやった際は、その練習環境の変化であったり指導方針の変化であったりで、どうしても打ち方が分からなくなったり、高校の時の方がもっと点数って出たのに、やっぱりアーチェリーがあんまりこうしたくないってあったり、こうアーチェリーから離れたいって思うことがすごく多かったんですが、でも心のどこかで 0.1% ぐらいアーチェリーが好きな気持ちがあって、その 0.1% で頑張ってこれた感じがします。ご自身が考える、まあ、長所ですね、教えてください。本番とか試合での緊張した場面でも集中して打てるというのが一番の自分の強みだと思います。去年ですね、優勝された時とかはやっぱ嬉しいですか？そうですね、近大の学生のみんながすごい応援してくれていて、その応援に応えることができて、すごく嬉しかったです。大会の時とか負けたくないとかっていう、でも勝ちたいって気持ちあります？そうですね、それはもちろんあります。でもそれを出してしまうとそれも雑念になってしまうので、ただ一本一本
まっすぐ打って10点に当てるっていうことだけ考えています。今ご自身の目標をちょっと教えていただきたいんですけど、今年の11月に行われる東京オリンピックの代表選考会に出ることです。自分の実力ではまだまだ日本のトップ層にはあと一歩及ばないといった状態で、そのあと一歩を踏められるように今練習しています。得たものと、まあ、これから得たいものなんですかって皆さんに聞いたんですけど、石川選手どうですか。まず、大学で得たものはまず、大きなミスをしてもまず気にしないで、次挽回していくっていうその気持ちの切り替えですね。今後の学生生活では多くの人に、支えてもらってアーチェリーをしているわけなので、そういった方に結果だったりあるいはアーチェリーに対する姿勢であったりで恩返し していきたいなというふうに思います。ありがとうございました。今日はありがとうございました。じゃあ、こちらに。はい。